はい、皆さんこんにちは。会長気象署です。今回はですね、グランドスラムと、コンパスフェスフォースアニバーサリーの2日前となっています。ということで、今回はですね、去年の大炎上グランドスラム2019年ですね、コンパスフェスサードの、日本一を決める全国大会って言えばいいのかな、の、リプレイをね、発掘したんで、スマホの中、漁ってたら、それをね、リプレイ見ながら、解説していきたいと思います。その頃はまだ YouTube とか全く考えたこともなくて、リプレイだけ撮って、Twitter には載っけたのかな。まだその頃は僕のことを知らないっていう方の方が多いと思うので、僕が初めて日本一になった時の大会の試合を、見ていただければなと思います。それでは本編へどうぞ。はい、準決勝の第1試合です。ルミナスはてっぺんバトルファーストステージ優勝枠で出場しています。去年はね、1抜きですね。今回の2020年のグランドスラムも、日本代表枠で出場しているので、一番最初にグランドスラム決定してるんですけど、去年のグランドスラムも、ルミナスが一番最初に決定してます。で、相手が甲子園優勝チームギラファのコギリクワガタです。去年は全国各地9カ所か8カ所で、コンパス甲子園というものがあってですね、それを優勝したチームが、さらに全国大会があって、その中でさらに優勝したチームが、グランドスラム出てます。に編成が、僕らが出ず当たり竜で、僕が出ずでコロサが当たりでピカが竜です。で、相手がデズ、ポロロッチョ、トマス。相手の編成がすごい特殊で、さらに作戦がめっちゃ考えられてますね。トマストランプ、ポロロッチョにつけて、初手飛んで、広げさせないようにして、デズが一気に特殊をして、で、即打ちでヒールをスキル打って、4-1、初手持っていくっていう感じの作戦だったと思うんですけど、ギリギリなんとかしのげたんですけど、決まってたら負けでしたね。珍しいの、僕、珍しいですよね、デズやってるの。デッキも結構、昔ならではって感じで、今のデズって結構、青ドルケとか積んで、死なないようにしてることが多いと思うんですけど、この時、僕は空バック緑バミローディア対応って感じで、本当に、攻撃寄りで、多分体力めっちゃ少ないです。秒殺です。ちょっとかすっただけで死んだんですけど、相手が打ったんで、ここは返してですね。秒殺です。トランク2回で死にますね。体力が低いんで、あとはもう返せるヒーロースキルとかがないんで、頑張って耐久レース。ゾンビです。さあ、トロサが死んで、ピカチュウが頑張って、さあどうかな。やられて、次は僕の番。マジでギリギリやばい。はい、次トロサの番 って感じで、ギリギリしのいで勝ちますというわけで、準決勝の第1試合は、ルミナスの勝利で飾りました。初戦って結構大事ですからね。ここでかなり勢いついたんじゃないかなって思います。はい、というわけで、次の試合いきたいと思います。はい、2戦目になります。2戦目はですね、ギラファのゴギリクワガタが、ランダムステージを選択してきて、で、結構スターパークになりました。ランダムって言われたんで、僕らもね、資格がない編成をしなきゃいけないって思って、ボイドールタダメルチアノを出しています。隙がないっていうのは結構売りの編成なんで、で、対して相手が、リンマリア・グスタフって言って、結構火力、瞬間火力高いですね。
という編成です。でこの頃の僕はミカサ積んでますね。まだ下方前なんで、35% 吸収で、まあ、割かし強いかなって思います。まあ、まだベガがそんなに流行る前かな多分。うん。で結構いい、まあ、初動 C タッチがまあ結構いいのね、テンプレの動きかなって思うんですけど、まあ、僕らは、敵陣まで詰めましたね。まあ、リンマリア貯めたいかなって思って裏敵営までね走ります。まあそれでまあうまく2人釣って、試合取れてるんで、まあ、その間に、まあ、ルチアーノは普通に溜める時間があって、で、相手はまだ溜まってない、広がってない状況なんで、まあ、この動きも結構、アドに繋がるかな、後半の。って感じですね。まあ、あとは、まあ、死取られないようにゾンビ、プラス、まあ、あと相手が溜まんないようにできればいいなって感じですね。で、ここは、ちょっと見えてないんですけど、タダミの足だけ見えたんですけど、タダミ座れたんで、ミカサで一旦、転がして、まあ、守ろうとしたけど、まあ、やられてしまう。で、ユニドも間に合わなかったですね。で、ルチ一人になってしまったんで、裏釣ろうと思ったんですけど、一旦下がって、C 守ります。で、1分になるんで、まあ、落ちないように号令にね応せ合わせてますね。まあ相手多分もうマリアたまんないんで、だからマリア結構前出て、であとは裏釣ったりいろいろかき乱しながら、まあやばそうになったらし見てって感じで、まあ結構なんでね本当にシートってゾンビはまあいつの時代もテンプレなんで、でここはギリ生存できたんで一旦下がって味方に参ってもらいます。ちょっと HS もねもうすぐ溜まるんで、はい、ユニド入って間に合わない、間に合わないこと多いですね。近距離はねほとんど当たってるんですけど、ユニドが、まあ、相手の瞬間火力めっちゃすごいですよね。まあ、リンもそうだけどマリアがマジで火力高いからまあしょうがないみたいなとこありますけどって感じで、まあ、うまく守りきれて勝ちです。はい、というわけでギラファノコギリクワガタには勝利して、次の試合決勝戦ですね、食パントースター 2.0 との試合になります。はい、決勝戦です。勝った方が、日本一で、相手は、食パントースター 2.0 大友ルノア篠宮ですね。ウェルペイドリーグ5連覇プラス、鉄拳バトルの、ね、セカンドステージもね、優勝してます。だから、まあ、実質、去年の4大タイトル、2冠してることになるね。甲子園、で、鉄拳バトルが2つ、ウェルプレードリーグって4つあったんで、まあ、その中の2冠してます。大体初手詰め編成、ボイオミルチ、まあ、貯めたら結構強いし、まあちょっとずつね、じわじわ倒していく、まあ迎撃結構強いんで、そういう意味でも、相手はね、初手詰め、やってきましたね。まあ好きなキャラをしたいっていうのも入ってそう、ちなみにリリカ大好きなんで、まあ、こういう舞台でリリカしたいっていうのは結構あったのかなって思います。で、まあなんとかしのいだんで、敵陣裏釣りました。まあボイドの基本ですね。とりあえず裏釣る、もう困ったら裏釣るって感じですね。もう本当に相手が何してくるのか分かんなかったんで、さっきと変わんないデッキかなってやってますと思ったけど、味方のルチアーノが青しく赤エニド積んでたのかなって感じで、なんかうまく逆転できて 5-0 しました。はい、まあ、というわけで次の試合行きたいと思います。ダスト、はい、決勝戦の最後の試合、高さ広場選ばれて、僕らまたボイドルタドミルチアーノですね。相手ドワリンでタドミで、ボイドルかな、見えないわ。はい、まあなんかいい環境だよね、このフルカのアタッカーがお互いいて、
ガンナーがいて、スプリンターがいて、タンクがいないっていう、まあ、この頃あんまタンクが強い環境ではなかったんで、グスタフ以外は。まあ、うん、まあ今と比べちゃうのは仕方ないのかなって思います。本当にいい環境、まあ、バチバチの PS のね戦いっていう感じがしますよね。やっぱガンナー相手フルカノいてってなると。でだいぶ劣勢ですね。C だけ取れてて、まあ M 広がりきってなくて、まあ、相手も広がりきってないんですけど、うん、なかなか難しい。さあ号令当てていくが拾えないと。さあ B が広がりきってなくて、まあ幸いにもキルは入り続けているので、まあ、うまくやりきれればって感じなんですけど、さあ取りました。ここで逆転。まあトロピカの2オンが、まあ、かなり火力があってキルも入って強いですね。やっぱりボイドル本当に、まあ、困ったら試合関係ないところにいれば、まあ、あとは味方が何とかしてくれます。このイデアは、トロサー助けようとしたんですけど、まあ、連切りで、まあ、ちょっと間に合いませんでしたね。さあこれは拾ってもらえるかな。で今のうちに2陣広げて、さあ残り50秒。まあここまで来れば、まあ、あと C 勝負って感じですかね。まあリンは強いっちゃ強いですけど、ルチアのほど瞬間火力高くないんで、まあ、そんなにビビらずにいけますね。まあ、あとは耐久で僕は溜まってるので、まあほぼ勝ちですね。はい、この頃のボイドは僕は白く CT さんでやっています。というわけで第2のクランドスラム2019年はルミナスの優勝で、終わりましたと。はい、以上です。ではまた明日お会いしましょう。バイバイです。